不法の灯籠流しを行っております。この高川地区は大正12年9月1日の関東大震災、昭和20年3月10日の東京大空襲によって多くの方が汗地の一生命を奪われました。その慰霊のためにまたお盆と祭りの意味を兼ねて灯籠流しを行います。また東日本大震災をはじめ各所で起こりました災害、西日本各地豪雨災害等でお亡くなりになられた方々の霊に対しましても、高川仏教会の僧侶会長が心よりご供養をしております。なお灯籠流しのご供養をご先祖様に飾りたいお方は受け付けて高川仏教会の祭りを演じる神田半和の主人で、その中心は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